宣伝していいですか。僕の個人の YouTube チャンネルがあるんですけど、うん、そこで最近ちょっと絵本を出したんで、よかったら見ていただきたいなと思って。なんて調べる？俺のことチャンネル登録してないの？いいさ。してるんだって。リンク一応貼るけど、うん、ここから飛んでみてくれた人は、もしかしたらここのチャンネル登録やめるかもしれんけど。そんな感じ？うん、結構暗めなんで。ちょっと気をつけてみてください。基本ネクラだからね。そうです。はい。こんばんは。こんばんは。こんにちは。今日のトークテーマ、印象に残った小物。空き家の小物。空き家の小物。これは何もためにはならない。ただのバラエティ企画ですね、うん。ためにはならないけど、古い家って面白いもん結構あるんよね。うんうんうん、そういうのを見るのも、空き家調査の醍醐味ではあるんでね。うん、こういうのも紹介して、今一度、空き家動画を見返して楽しんでみてはいかがでしょうかという企画でよろしいですか、うん、これ多分俺らが楽しい。見る人は、そうか、でも確かにね、すげーっていうのが、ね。そうそうそう。知らな、今までその動画見てなかった人が見るきっかけになってもらえればね。うんうんうん、なるほど。はい。じゃあ行ってみましょう。はい。で、これリストアップしたんですけど、とりあえずこれから行こうか。空き家ナンバーが58の怖い椅子。なんだそれって感じだけど。いや、これめっちゃ怖かったでしょ。こういうのが空き家の楽しみだね。あ、ビックリマンシールもあったよね。ビックリマンって何なの？こういう作品が、何も、ストーリーがあるわけではない。あるある、ある。漫画もあったもん。漫画あった。何なのというと、コロコロ。そう、コロコロ。多分、本当、確かにコロコロいいものだと思う。ちょっと目がなんでこう目を黒く塗りつぶしてるの？怖い人よく使うボタンかなんかあったのが多分取れたから これ塗りつぶしたのと、要はテープで補修。テープ結構効いてると思う。これいかんよ。ここまでして使いたい。怖ってなんなかったのかな、ね、かわいいと思ってたのね。あれよ、だからちっちゃい時の思い出の品だから、ちょっとなかなか捨てるに捨てれず。多分元は可愛いはずなんよ。うん、目とかもこんなんじゃなかったんでしょ。可愛いというか別に捨てる必要がないって感じじゃない、ね、子供が大きくなったらだってもういらないじゃん。こんな怖いのいつまでも。いや、そうそう、だからこう。でも結構さ、ベビーカーを使ってるおばあちゃん多くない？これ別にその機能の問題じゃなくて、この怖さが出始めた段階で、俺もうちょっとやめとこうってならなかったのかな。夜中とかふって見て、あの椅子あったらめっちゃ怖いよね。はい。ちょっとサクサクいこうか。はい。空き家ナンバー105。小物が多かったね。充実してた。なんか、おかしなものを収集、おかしなものってか、変なものを収集するのが好きだったのかな。この辺の床がちょっと、大体ここグラグラしてるからなんか動いてんだよね。そこを歩くと、すごい音鳴ってたもんね。怖がった。カタ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 。すごい可愛い。奥の七福神最初後ろ向いてたんだよ。そうそう、七福神の。へそがこっち見えてる。なんで向こう向いてんだろうっつって、こっち向かしてあげようよっつって、余計なおせっかいをして。ちょっと、服がちゃんと戻ってくるよ。なんで戻ってくるよ。ただ、えらいダークな感じだったね。怖いんだろ、ちょいちょい。この動画めっちゃ面白いやん。マネキンの顔やばいよ。これは怖いよね。いいですね、これ怖っ。結局、後ろ向きに戻したけど。いや、これは怖かったね。何なんだろう、あれ。ちょっと異質な怖さ。だって、七福神ってお土産物とかでいっぱいあるじゃん。なぜあれを買おうと思った。やっぱコワカワいいんじゃない。コワカワだったんかな。多分。けど子供が嫌がったから後ろ向きにしたね。そうね、後ろ向きに飾るくらいだからやっぱり怖えってなったんだろうね。誰かが。次ナンバー89。89。これはあれでしょ？ウミガメでしょ？
ユウさんが、なんか、ね、家主をディスりすぎないの。窓も多いこれは、この回はね、結構独立だし。で、斬新といえば。あ、アセスタ。ああ、アセスタこれ。これ、ほんとよ。そう、ウミガメどころやない。ウミガメどころじゃないや。そうよ、謎の。あったあった。ここからなんだっけ電子情報を入れ替える。波長を。波長を取り込んで、いい、まあ、いい流れにするんでしょ。アナウピーとか治っちゃうんだよ。なんか、思いがけない人から電話が来て、みたいな連絡が来て、なんかいい方向、いい方向にも向かうみたいな。早速波動の効果。あれなんだっけなんだっけあの波長を出した水とか飲んだらいいんですか。これを忘れてたとはな。ほうやね。陰陽道的な、そうなん。このマークって、六芒星ってあるやん。ね、安倍の生命のやつでしょ。怪しかったな、これ。本当に。そう、調べたら分かったんだもんね。一応インターネット上には、まだ残ったんよね、それが。これで。その部屋ね。綺麗よね。綺麗だな。めっちゃ綺麗。はい。キテユさんひどいことなんか。よくお店とかに飾ってあるんだけどね。これいる？いらないと。どうだ。大体まあ記念とかでもらうんじゃない？もらうもんかな。もらうね。買うにしてもどのような衝動で買うのか。全然俺ひどいこと言ってる気がする。今でも思うもん。これいる？って。ウミガメが好きだとしたら。どういうモチベーションでこれを買うんだろうまあまあまあ確かにねだから結局ウミガメも結構いろんな空き家で見るし、うん、木彫りのクマも見るじゃん、うん、だからこの動画でっていうことじゃなくてよく見るよねっていう意味でのまあまあそうねでなんと某賃貸物件では、うん、家主さんがいるもん持ってくからって言って、うん、木彫りのクマ持ってったいやいるんだしかも家めっちゃ物がある家の中でいるものって言ったのが多分数個しかなくてその中の一つが木彫りのクマ北海道旅行の思い出なんよ大事ないやそれは衝撃だね確かにまあまあそう何、ね、人によっては何が大事なものかっていうのは分からないって話ですよいる人にはいるということでしたはい次、はい、あツアー時ツアー時ね道に迷ってね明けナンバーいくつやった99か明けナンバー99のあ、もちあーこの雑誌も良かったね落ち着きよクッキー料理雑誌なわけじゃないかねあれはいや料理雑誌だったんか多分餅つきが特集されてたそれも面白いいやもう見た目は立派だしだしだしなんと顔に流すわからない音が鳴るタンスです初めて見たねなんか意味があるんこれ楽しい防犯とかじゃなくてあーなるほど楽しいおーってなったけどでも防犯だったら全部にはなるよねまあそこにだから大事なものを入れましょうはい、ハーモニカダンス、はい、あのここでしか見たことないあの空き家ではねそうだねけど存在は知ってたから、うんうん、どっかで昔もしかしたらじいちゃん家にあったとかさあなんかそうだねテレビとかでは見たことはあったかな、うんうんうん、はい、次これは物なのかという物ではないけどちょっと俺は衝撃がちょっと出そうだったんで。衝撃だったね。あ、来た。はい、あれ？はい。あ、これね。ちょ、そっち側にまだ部屋があるっぽいぞ。うん。なんか向こうから光が見えてる。
押し入れやろ。おいめっちゃ面白いね。そんなにびっくりする。だってトイレあると思わないもん、このところ。トイレある。いい顔したね。でも押し入れだったんですか。ここも推薦のトイレ。びっくりね。ドアでは一番かな。すごいな。そうだね。地下見つけた時もこんなには。もともとは多分収納やった。突発的な、瞬間的な。瞬間的な爆発力がこれが一番高かった。トイレ季節すごい。いやいや、本当は明かりが。いや、これでも、でそのこういう隠し間取りは面白いよね。でも、あの、淡いのさ。うん。押し入れの中に2階に行く。あ、階段から。時はそんなにびっくりやん。そう、この時あれよね。だからその、見る前に、もう、動画撮影を始めたよね。たまにそういうことも遊びでやったりするんですよ。うん、これは？それは何だって。これはね、うん、あの、物っていうより、あのおじいちゃんかな。そうだね。キャラが。キャラだよね。空き家ナンバー72です。全然。そんな前かも。いやでも本当この空き家はこの離島の空き家チャンネルの歴史が動いた瞬間にと言っても過言ではない。こういう。こちらはやっぱ古民家の見方すげえガラッと変わったの。この物件を。あれだもん。これ以降だもん。床柱を注目。そう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 。まあ小物というよりね、この案内してくれたおじいさんが話がとにかく面白かったよね。この家を建てるとき小学生だったんだけど、瓦を背負って。運んでこの家を建てるのを手伝ったと。で後にこの人も大工になってこの家の作りの良さをこう我々に伝えてくれたんよね。もうすごいすげえ詳しいなと思ってたら、こう台所は自分が作った。そう20年前ぐらいに家の台所はね作ったんだよね。建て付けめっちゃ良かったもんな。これも小物っていうか本当この物件自体なって感じで、ね、小物っていう意味では、あ、これね、これも床柱もね、絞り岩だから自然にそうなって、育てる段階から木を締めて育ててるっていうのを教えてもらったね。そう、もうなんかあらゆるところに見どころ満載です。いや、この家は本当に150万だったんだ。安い。買うわ。買う。なんで買わんかった?150万。で、この後ですよね。この写真。何気なくこの写真、何だって聞いた。見破られたことあるんです。昔だからな、あの人、さらいとか。街道でこっちに引っ越してなんかさも当たり前のことに言うのよりだね。海賊が、海賊とか人さらいが出たんだね。海賊はわかるけど、人さらいも船で動いてたのそうだね。まさかこの島の中で人をさらうことはない。ないでしょ、多分海渡ってきたんでしょう。人をさらって、人買いだね、多分。そんなことがあったんだね。どうするよ。まあ、普通に生きてて急にさらわれるんで。道歩いてたらね。しかもそれが多かったから引っ越したんだもんね、集落ごと。すげえ時代だな。そして引っ越して解決する問題でもないけど。いや、でもまあ、中国地方側から来てたんでしょ、多分、そいつらは。これは小物というよりは、もうこの動画全部見ると、すごい面白いです。うん、小物というよりは、このおじいちゃんの、ね、おじいちゃんの解説、終わんないしね、なかなか話が。そこもまた面白かった。なかなか終われなかったけど、いやでもすごいためになったもん、うん、いろいろ。よかった。うん。続きまして、これも小物ではないんだけど、空き家ナンバー112番。どんどんこれ。112番。これ面白かったね。この物件も売れましたね。今どうなってんだろう。ここも見に行ってみたいね。うん、このまま、やすくんと3人で行く。やすくんが初めて空き家調査したいよね、ここ、確か。そうだね。はい。そう、まあ、これはまあ、普通に物件的にも面白い。屋根裏も上がったしね。広っ。なかなか面白い物件だったんやけど。まあ、それはそうとして、離れの方でしょ。離れでね。こういう
うさ、その頃は屋根裏物件すごかった。そうそう、みんちゃんしたよね。なんで竹でもそう。最近なんか上がる元気がちょっと探す気力も上がりないけど。これ結べるんだぜ。すげえすげえだろって言う。ああ、そういうとこね。そういうとこ、そういうとこ、そういうとこ。何しての、これ職人だけど。なんでわざわざそんなこと言うことを言うよね。勉強になります。このメカは。この掃除機もすごいね。これはすごいね。ジェネラルバキュームクリーナー。ジェネラル。何年生だ。ここ、こっから。それで知ってたのね、ローズナイト。なるほどね。関係あるの。え、何今のと。なんか背中が土から落ちてる。え、僕っすか？うん。僕そんな倒れてないんですよ今。え、当たったよ。なんか変な音してた今。え？ジーって言ってた。え、ジーって言ってた。うん。ザザザザザみたいな。なんかおるんやろじゃあ。はあ？なるほどね。関係あるの。え、何今のと。って言ってるね。いや、まあまあな音量だったから多分取れてると思うよ今の音。本当。ここ何？窓があるこっち。何？出れる？この後ですね。また面白かったんだ。まあ悪くないと思うけどな、この、この建物。お金があったらね、直して良くしたいですよね。そっか、建物自体が、うん。え、構造の方が言えないわ。え、ちょ、今、うん、あの、タンス閉まりましたよ。じゃあ、誰か、帰ったよ。誰か帰った帰ったの感想の中になんでそんな冷静にいたくないんですか何何うるさいなガチャッいやそうそう構造を、うん、逃げるように階段降りてたね安くがねそそくさとすごいまあ小物というか珍事だね音を聞いてみる。それで知ってたのね、ローズナイト。なるほどね。関係あるの。え、何今の音。なんだろうね、シューって言ったね。うん。いや、これ改めて見て怖くなってきたな。本当。何？いや、でも逆に言うと、百何件もさ、空き家、こんなお化け屋敷みたいなのいっぱい扱ってきて、うん、ちゃんとした心霊現象だったの初めて。ちゃんとしたってまあまあそうだね、うん。心霊現象のような出来事はね。これ、編集しててなんか映っちゃってたりってことはない見たことない。でもまあ世に出回ってるああいうの全部嘘だと思ってるから。実際見たらこの辺からなんか顔が覗いてる。じゃあでも、信じてない人には悪いけど見つけられないと思うよ。なんかあったとしても。ちょっとね、テーマ逸れちゃったけど、うん、面白かったね。うん、面白かったな、あの後のヤス君の逃げっぷりが面白かった。がね、はい、次、はい、125いきますか、これ。結構最近でしょ。そうだね。おちょうどタイムリーな心霊の話してたからね、ちょっと。なんだっけ、125。めちゃくちゃ、ね、景色がいい家だったんですよ。ヤス君と二人で行ったとこなんですけど。まさかの。まさかの。こっちは、これも4畳半。うん。なんだこの。聞いてください。私が言います。あ、ほんとよ。俺の顔何なんですか。これ何年ぐらい前ですか。娘はこれ1歳ぐらいやろうっけ。ああ、6、7年前やな。懐かしい。わっ、俺やん。俺のポスターがまさかに2つも貼ってあったっていうね。どっかで販売した時に、ね、この配っとった、ね、いや、だからうちの妻のお母さんの知り合いとかなのかなと思って聞いたけど、だって別に裏穴行ってるわけでもないし、単純にこう俺のこと好きだったのかな。ありがたい話ですよね。そんな感じでお送りしました今回、はい、楽しんでいただけたんじゃないですか今回は。わかんねえか。楽しかったのうちなんですか。数字の伸び具合で、これ前にも言ってると思うけど、うん、結局空き家調査ってやってる側が
一番楽しいと思うんだよね。いや本当そう、いろんな発見があるし勉強があるし、うん、ね、あのコメントどしどしあなたの一押しアイテムを教えてください。そうですね、あのうちの実家からこんなん出てきたみたいな、うんうん、そういうのも聞きたいし、うん、あとはあれですね、もっとあの質問とかくださいコメント欄に質問あんまりちょいちょいは来るいただけますけど、そうね、あんまちゃんとちゃんとっていうかこうがっつり質問っていうのがあんまり来てないんで、もっとなんか聞きたいことがあればね。三遊一遊よもやま話のコーナーに対して、対してってことはまあ何でも、そう空き家に関することでも、うんうん、島暮らしに関することでも、まあ、我々個人のことでもいいし、あまり出せないですまあ何でもいいんで聞いてください。もう結構質問されるの好きなんで。はい、そんな感じでした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。また。あのチャンネル登録こちらみたいなのやりたかったよ。マジで。マジで。まだチャンネル登録してない人は。